どうもレトロさんです。今回も前回に引き続き海外のドラマスタートレックに出演している俳優の紹介をしていきます。スタートレック？知らないなと思った方は2つ前の動画で主要な構成を紹介していますので、ぜひそちらもご覧ください。さて今回はモンゴメリー・スコット役のサイモン・ペックをご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。まずはサイモン・ペック演じるモンゴメリー・スコットについて軽くご紹介しましょう。モンゴメリー・スコットは2222年に地球のスコットランドで生まれた人間で、愛称はスコッティ。通常は機関室で任務についていますが、船長カーク、副長スポックに次ぐ上級士官なので、2人ともいない時にはブリッジで指揮を取ります。ですがその場合は物語の主な舞台が惑星上であることが多いので、ブリッジにいる姿を画面で見れることはあまりありません。エンジニアとしては超人的で、カークの無茶な要求を必ずクリアするという優秀ぶり。スコットに要求した作業に対し、何時間かかる？丸時間です。罰時間でやれ。わかりました、という類のやり取りが定番で、これは一見無理強いされても難なくこなすことができる彼の優秀シーンに思えますが、後にわざと多めに時間を取り、それより早く終わらせることで有能に見せるための知恵だということをカークに感づかれてしまいます。まあ多くの方、特に社会人なんかは結構使う方法だと思いますし、いいと思いますけどね。どれだけ多めに時間を言うかは人それぞれだと思いますが、サイモン・ペックは1970年2月14日にイギリスのグロスターシャー州ブロックワース村で、セールスマンと公務員の両親のもとに生まれたコメディアン兼俳優兼脚本家です。16歳でストラトフォード・アポン・エイボンに転居し、地元のカレッジで文学と演劇を学んだ後にブリストル大学で演劇・映像を専攻。1991年に卒業し、コメディ劇団の一員となりました。そして1993年にロンドンでスタンドアップコメディアンとしてキャリアをスタートさせ、テレビやラジオでも活躍するようになります。2005年に自身がファンであったドクター・フーに出演することができ、なんと11代目ドクターのオファーもありましたが、そちらは断っています。彼はシリーズ第1作の宇宙大作戦に初登場以降、後続作品にも主要人物の一人として頻繁に登場したモンゴメリー・スコットを演じているわけですが、もともとそのキャラクターを演じていたのはサイモン・ペックではありませんでした。1966年から1994年という長い年月にわたりモンゴメリー・スコットを演じてきたのはジェームズ・ドゥアンですが、彼は2005年に85歳で亡くなっています。その後制作されたシリーズ作品でモンゴメリー・スコット役を引き継ぐことになったのがサイモン・ペックというわけです。プロデューサーのジェフリー・エブラムスから、スコッティ役をやりたい？というたったこの一文だけのメールが届いたそうです。インタビューでは、とても嬉しかったんですが迷いもありました、なんというかとにかく驚いて即答できなかったんですね、でも落ち着いて理解して出演を決めました、すごく興奮しましたね、とその時の心情を語っています。引き継ぎということもあって、たくさん悩み、たくさん考えたことでしょう。ですが彼は役をこなすだけでなく、これまたジェフリー・エイブラムスからスタートレックの脚本を書きたい？と一文しか書かれていないメールが届き、脚本作りまでやり遂げたのです。大変でしたが全身全霊で挑める楽しい経験でした、とスタートレックへの愛を語ってくれました。いかがでしたでしょうか。ジェームズ・ドゥーアン演じるモンゴメリー・スコットとサイモン・ペック演じるモンゴメリー・スコットを見比べてみるのも楽しみ方の一つかもしれませんね。それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。